今回はですね、私のこの乗っているね、トランザム、ナイト2000仕様なんですけども、これはまあプラモデルではあるんですよ、超合金では。まあですけども、あの実物がそこにありますんで、これのね、税金が来てます。古い車なんですけども、排気量もね5700ということで結構あるんですけども、エンジンは乗せ替えてるんですよね。で今10万トンで1200円が来てますんで、これをヤフー公金払いでなるべくね安く手間がかからず払いたいと思いますんで、ちょっと今年初めてです、こういうふうなヤフー公金払いを使うの。まあ、ちょっと試しにね払ってみようかと思います、こちらの方ね。それでは画面を切り替えさせていただきます。はい、それでは画面を切り替えました。だいたい5分ぐらいでね手続き終わると思うんですよ。ヤフー公金払いのサイトは動画概要欄に URL つけておきますので、そちらの方から潜入してください。それでね、こちらの赤い自動車税、軽自動車税ってところがありますから、ここをクリックするということでございます。そうするとですね、都道府県によっては、まあ扱ってない都道府県もあるんですけども、私の場合はですね広島県なんで多分大丈夫だと思います。2種類あるんですけども、大抵の方はこちらの車種、種別割ってやつですよね。これはですね、振込用紙の上のところを見ればわかります。私の場合は広島県自動車税種別割領収書済み通知書っていうのがね赤で書いてますけども、こちらに該当しますので、この中から広島県を選択します。広島でね、そうすると画面がこのように変わりますよね。330円の手数料がかかること、その他ですね、いろいろとこう確認しないといけないところがありますので、確認してください。特に納付証明書は送付されませんので、きちんとね今回の振り込みをプリントアウトして、まあ、納税などに当てていけばいいんじゃないかなと思いますね。はい、手数料を注意事項確認の上同意するということでございます。そうするとね、こちらのスマートフォンの方に番号が来ますんで、そちらを入力するようにしていきましょう。今ピーンとなってね私のところにも届きました。ちょっと見てみますね。番号が4桁で、1172というふうに来ております。ログインします。はい、では納付番号って書いてますね。納付番号っていうのは振込納付書の上の方にあります。00817592-00555268 かな。で、確認番号大体4桁で来てますね。5481と。はい、これでよろしいかと思います。で、次へ進みます。そうすると、ここにね、明細書に、請求書にあるように10万トンで1200円プラス、今回の振込手数料330円の計算が来てます。T ポイントで払うこともできますけども、今回 T ポイントは使わずに行きましょう。で、アメックスの一括払いということですから、そのまま、これでいいかな。じゃあ次へ行っておきましょう。はい。これでよろしかったら振り込み完了ってことですよね。はい。これでよろしいですよ。はい、支払うをします。はい、支払いました。そうすると、決済完了しましたね。じゃあこのページを、印刷保存することをお勧めしますってことなんで、一番下の印刷モードで、印刷していけばいいのかなと思いますよね。印刷。はい。じゃあ、これで印刷しますよ。はい、印刷完了でございます。これで OK かな。印刷してくれてるかな。あ、音がして印刷の画面に変わりました。では、この画面を閉じて、そうですね。以上ですね、手続きは。メールが来ました。メールで、決済が完了しましたっていうことで来てますんで、あれ?これかな?これだ。これもちょっと印刷しておきましょうかね。メールでの決済完了メールも印刷しておきます。手続きは以上ですね。はい。ということでね、今回この振込用紙が来ましたんで、トランザムの振込と、それから振込完了のメールをこうやってプリントアウトして、あとはね、会計士さんに出しておこうかと思います。結構簡単でしたね。以上でございます。あとはね、振込の手間がちょっとかかんなかったってことと、これで T ポイントがつくことはないんではないかなと思いますけども、まあそれもね、ちょっとこう追って経過を見てみようかと思います。ありがとうございました。だいたい5分で済みましたね。とっても簡単でございます。窓口に行くよりも随分良かったと思います。以上です。